後ろ攻めから上昇するか、7番前島、前島の上がりに合わせて6番国井、それぞれ2つのラインが動いて1コーナーです。まず前島を抑えています。3番車の川上、中段になるか6番車の国井勇気、バックは緩やかに入りまして600m、抑えて先行は前島恭平です。後ろ詰め6番手からは2番の斉藤武と5番の湯浅がマークを取っています。難関ベストラインが上がってくる。前を抑えに行きます2番の斉藤武とで最終周回、後位の3番手7番車の前島恭平です。3番川上マーク、逃げる斉藤武とに湯浅が2番手です。3番手4車ほど空いています。7番前島、3番の川上、亀井と続いて国は遅れています。逃げる斉藤武と番手の5番車の湯浅も追走厳しくなっています。まもなく4コーナーから直線コース、後位をちぎっています。2番の斉藤武と2番手5番車粘って、そして国勇気の模様。近況はすっかりと追い込みマークに変わっています。伊藤博道が追走、3番手1番車の黒田充、残り2周を通過しています。2番吉武が上昇、前では6番の伊藤、やや踏み上げて前は関東勢、そして5番の木下切り替えて一旦インから前を取っていきます。2番手6番車の伊藤幸人、3番伊藤博道に黒田追走、2番の吉武勇気は5番手になっています。前で待つ木下、2番手から踏み上げる伊藤幸人です。関東勢が2番手から踏んでくる。直線コースから最終周回、最終回先行は伊藤幸人が取ります。伊藤博道に黒田が3番手、木下がいまして、2番車の吉武勇気、懸命にまくって3番手から2番手番手で合わせていくのが伊藤博道、懸命に外乗り越えながら吉武勇気のまくり、増田がマーク、さらに7番の芝、まもなく4コーナー直線コース、吉武捉え切って4番車の増田俊明、番手から4番車増田追い込んできています。3対3対1と分かれました3レースの A 級の準決勝です。1列の状態が崩れて2番の伊藤慶上昇、残り2周を過ぎています。赤番でまず伊藤慶、北日本が抑えています。すんなりと3番中川の方が5番手まで引いています。ジャンマイこれから2コーナーからバックへ、伊藤が抑え先行、7番小橋、千沢が3番手、後ろ攻め3番車中川拓也、5番手前を追いまして、まもなく打掌の4コーナーからホームです。最終回先行は伊藤慶が取っています。7番の小橋に4番千沢で北日本が先制、藤原義春5番手、2コーナー付近から3番車中川のまくり、マークは1番車小林慎太、関東勢合わせて番手から出ます。7番小橋、合わせていった4番車の千沢2番手、切り替える1番車の小林が3番手で、まもなく4コーナー直線コース、先頭7番車の小橋秀幸、真ん中4番車外1番車、最後は大外1番車の小林が届いたかどうか。3番の丸山隆秀に7番車の及川優勝です。後ろ攻めから北勢が上昇開始、周回は残り2周が出されています。赤番でまずも奈良が動きまして一旦抑えます。馬場が4番手で受けて1番坂木田6番手になっています。ジャンマイ2コーナーからバック、
早めに押さえての先行は奈良本井、3番丸山に7番の及川です。中段は4番の馬場に長沼追走、6番手から榊田反撃開始。榊田が踏み上げて中段3番手まで上がってくる。先行は6番車の奈良本井、2番手3番車の丸山、さらに3番手から再度行って1番車の榊田祐介、後ろ4番車馬場が切り替えて流れに乗ってくるかどうか。前はまくり切った榊田祐介、2番手相手2車相手6番奈良、そして4番車の馬場が外、後ろに5番車のデザーまだ先頭2番手は開いています。まもなく4コーナー直線コース、榊田先頭だ、先頭は榊田、6番の奈良が追ってきています。外から5番車榊田が粘り込んで内3番丸山、栃井馬勢が後ろ詰めから上昇開始。周回掲示は残り2周が出ています。まず4番手のところで2番の佐藤、5番の磯島がインコースで現在3番手のポジション争いになっています。前は3番車の田頭、ジャン前これから2コーナーからバックです。依然3番手で磯島粘っています。並走は佐藤綾文、前は先行体制田頭、一車上がって5番の磯島、2番手のインまで上がります。前は逃げる田頭博之に番手5番の磯島、そして7番車の山崎と2番手絡んでいます。3番手に平沼がいて2番車の佐藤が引いて中段からのまくり、最終2コーナーからバックです。田頭が逃げる、磯島が2番手から外を2番車の佐藤綾文切って4番坂本マーク、栃井馬コンビが抜け出しています。あとは1番車の平沼の体勢で、まもなく4コーナー直線コース、佐藤が先頭だ、4番の坂本粘って佐藤、最後は突っ込んだか1番の平沼。トーク周回掲示は残り2周が出されています。正攻法川越優勢、まだ後ろからの上昇はありません。800を通過しまして1コーナーから2コーナーです。番手になりきよ、そして5番の深澤慎介3番手、1番大園3番宗方、展開変わっていません。バックに入っています。前では川越、4番なりきよマーク、5番の深澤慎介3番手です。先行体制を取ります川越優勢、4番手は1番車の大園博士、誘導は引きまして最終周回前からの先行になります川越優勢です。成木をマーク、深澤慎介3番手、難関が先手を取ります。4番手から踏み上げるのが1番車の大園、大園のまくり2番手まで来る、後ろ3番車宗方続いています。先行川越優勢、2番手まで懸命にまくり上げる大園、番手で4番車の成木を健次郎、まもなく4コーナー直線コース、先頭は2番車の川越、川越が粘り込んでいます。続いた4番の成木を健次郎、4コーナーから直線です。周回は残り2周が出されています。山本から上昇開始、800メートル通過しています。すんなりと抑えられた矢口の方が引いています。中段キープ、4番手が2番の梅原、下がった矢口が5番手になっています。ジャン前のバックです。前では山本新規、マークは1番車の小島、野村が3番手、5番手の体勢矢口圭一郎、前は山本で後ろは矢口の体勢、まもなく最終の 400m 最終回、先行は山本新規、番手は小島、内から3番車矢口圭一郎、インからすくいまして先行を取ります。矢口が先行を取る、
2番手今度は2番手の梅原泰治、4番山本新規が3番手で、5番の石川正持3番手もつれる、あと1番車小島が落車転倒、まもなく4コーナーから直線コース、先頭3番車の矢口、追っては2番車の梅原泰治、前はどうでしょうか、3番手4番の山本。三浦が上昇開始、1番須永に荻野悟が続いています。北日本勢が後ろ攻めから前に上がって残り800を通過しています。前段2番車金子、マークに7番車の尾崎、バンク高いところを使うのが6番の三浦翔太、再び5番手回りでピッチがかなり緩んでいます。ジャン前の2コーナーからバック、外上がっていきます三浦翔太、須永に荻野が3番手、大塚が先手切り替えて4番手回り、金子が下がって5番手になっています。前は先行体制、三浦が取って須永優太に3番車、荻野が追走、大塚が4番手、5番手ホームを通過したのが金子哲弘で、最終1コーナーから2コーナー風を切るのが三浦翔太、いやいや車間を取った感じが須永優太、3番手に荻野悟、依然5番手回りは金子哲弘。3コーナーから4コーナーです。逃げる三浦翔太、2番手は須永優太、荻野悟3番手で直線、逃げる三浦番手から1番車、最後は追い込んで1番車の須永。3番の伊藤太一に白岩大輔、周回は残り2周回、赤番の刑事です。抑えて恩田純平、1コーナーから2コーナー、山中の方が引いています。先手ライン4番手、立ち回っていく2番の甲斐坂、下がった山中が5番手でバックに入っています。スロー展開で恩田が前、山中5番手、1周半を通過しています。前で徐々に踏み上げるのが恩田純平、3番伊藤がマーク、6番の白岩へと続いています。甲斐坂が4番手、山中5番手で、まもなく直線コース最終周回へ踏み上げて山中のかまし、マークは白戸純太郎、大西健二、南関東の3人、中段の4番手5番の恩田純平、2コーナーから最終バックです。山中が最終周回先行、4番車の白戸潤太郎、大西健二3番手、4番手空いています。2番の甲斐坂秀明、まもなく4コーナー直線コース、山中先頭だ、4番の白戸が詰め寄ってくる前どうか。前行き早坂俊一、周回は残り2周の掲示が出ています。3番車荻原が上がってまず前を抑えます。伊早坂が下げて3番手インコース、5番の中田が3番手、さらに下げた伊早坂、5番手まで車を引いています。じゃ前2コーナーからバックです。荻原が前、3番手に中田、5番手から踏んでくるのが伊早坂俊一、伊早坂が仕掛けて神山、飯島紀之、栃木茨城勢、まもなく4コーナー、あっと1番車小野大輔が落車、レースは6名、かまし発進は伊早坂俊一、2番の神山拓也に3番手で飛びついたのが荻原直人、6番今度が4番手、5番の中田最後方から4番飯島です。200を通過しています。最終バック伊早坂が取って2番の神山、荻原直人が3番手、今野哲也まもなく4コーナー直線コース、
伊早坂が逃げる。番手は神山、神山拓也。これから1レースをしてからそれぞれのレーサーに乗車します。それでは11レースの S 級の準決勝を対戦するメンバーです。1番は埼玉武藤敦弘です。2番は千葉の江守昇、3番宮城の庄司信弘、4番宮城の橋本智明、5番千葉の近藤保、6番東京の磯川勝弘、7番が青森五日市誠。以上の7名の対戦です。11レース先頭員は山田和義です。11レースは2つ目の S 級準決勝です。宮城コンビは3番車庄司信弘と、前を務めていくのが4番の橋本智明です。発走いたします。初日特選シードは庄司です。人気のこのレースは中心に押されています。深呼吸をしていった近藤、最内枠は1番武藤です。11レーススタートです。内から1番車の武藤、続く2番車の江守、3番庄司が3番手、4番の橋本です。5番の近藤、6番磯川に、7番五日市誠で車番順でこれから初回バックから3コーナーに向かいます。前をゆっくりと詰めていきます。1番の武藤敦弘、現在2番手の位置、上がってきたのが5番の近藤保、外6番車の磯川勝弘が上昇です。直線から競争は2周目、東京の113期生の6番磯川の正攻法です。予選競争は打掌から抑えて先行を取っています。マークを取ります埼玉の武藤敦弘、初日は落車を避けて直線は伸びて勝っています。中段の位置3番手が5番の近藤保、同県マーク2番の江守昇です。千葉勢2人が中段から、後ろ詰めが北日本勢で4番の橋本智明、5番手に位置を取ります。予選競争はジャンからの先行で2着に粘り込んでいます。マークは人気の中心3番車庄司信弘に、7番の五日市誠です。体勢落ち着いて縦一本が出来上がっています。東京の磯川の前受け、マークは1番車の武藤敦弘です。直接の目標不在となっている千葉勢が中段、近藤に2番の江守、残り2周半を通過しています。4番橋本が5番手の体勢、後ろ詰めを取りまして、庄司、7番の五日市でまとまっています。橋本が5番手から上昇開始、直線コース周回は残り2周が出ています。前段6番の磯川、磯川が前から応戦の模様、2番手に上がりかけた4番の橋本、ジャン前これから2コーナーからバックです。先行体勢、磯川が取って、武藤が2番手、3番手、近藤保つ結局、橋本下げて5番手、ジャンの2センターから4コーナーです。前は磯川が先行体制、中段3番手キープ、近藤保つ、5番手は4番車の橋本智明で最終周回、風を切るのが磯川勝弘です。武藤が追撃、近藤が3番手、5番手からもう一度行きます。橋本智明バックに入っています。3番手から合わせてまくるのが近藤保つ、近藤がまくる、マークは江守千葉の2人、追う展開から4番の橋本、あとはインコースに武藤の体勢で直線、先頭5番の近藤保、近藤が粘り込んで追走2番車、千葉勢ワンツーで近藤保、江守の模様です。集団キープの5番の近藤、そして江守昇、3番手続いたか4番の橋本、審判からのこの後の正式決定、今しばらくお待ちください。11レースは2つ目の S 級の準決勝、自力まくり、合わせて中段からのまくりになった近藤保、同県の江守の千葉の2人、ワンツーを決めています。
集団からの自力まくり5番の近藤、追走2番車の江守、少し開いて3番手4番車の橋本です。この後の正式決定しばらくお待ちください。それでは11レースの決定をもう一度お伝えいたします。1着5番近藤保つ、2着2番江守昇、3着4番橋本智明。払い戻し金です。2車単5番2番1130円、3連単5番2番4番9900円。その他の払い戻し金額はご覧の通りとなっています。上原拓也と中田健太の埼玉の両名です。7番香山選手から対戦メンバーが揃っています。それでは12レース S 級の準決勝、対戦するメンバーです。1番は神奈川勝瀬拓也です。2番は福島の渡辺幸則、3番埼玉中田健太、4番福島の青森真也、5番宮城の桜井正孝、6番埼玉上原拓也、7番が千葉の香山敦。以上の7名の対戦です。12レース先頭員は石井剛です。2日目最終レース最後の S 級準決勝です。初日の特選は北の前からの競争で先行を取っています桜井正孝です。北のラインがこのレースは本戦に指示されています。発送いたします。加賀山連携から準決突破を狙っていくのがホーム1番車の勝瀬拓也です。12レース S 級準決勝スタートです。内寄りから3番中田、外6番車の上原です。内からは1番車の勝瀬が3番手、埼玉勢が出ています。2番の渡辺に7番の加賀山、5番桜井が6番手で4番青森が最後方。初回これから3コーナーから2センターに向かいます。内枠勢は中田が前を伺いまして6番車の上原拓也の正後方です。初日は落車を避けまして外を踏み上げて昨日は連に絡んでいます。前受けを取って競争2周目、道券マークは3番車の中田健太、埼玉勢が前段からです。中段の位置は難関で7番の香山敦。初日はホームからのかましを打っての勝利、連携を取りますホーム1番車の勝瀬拓也。これで後ろ詰め5番手回りが5番車宮城の桜井正孝です。特選競争は先行でしたがまくられています。マークは本線を形成する2番の渡辺幸則、4番の青森真也へと続いています。ラインは3人、残り3周回、青番の標識を過ぎています。1コーナーから1センター、前では6番の上原拓也、マークに回る同県の中田健太、中段難関の鍵を握っていくのが香山敦にホーム1番車の勝瀬が追走しています。ライン3車の北日本が後ろ攻め、5番の桜井には渡辺幸典、青森真也と続いています。まもなく4コーナーからホームです。上昇する5番の桜井正孝、残り800メートル、上がった桜井、あっと6番車、レースは6名になっています。2番の渡辺、前は桜井がいなくなって2番渡辺、そして7番車の香山に1番の勝瀬拓也、ゆっくりと抑える香山で600メートル、番手で粘るのが渡辺、外は1番車の勝瀬、4番大森に3番車の中田健太が最後方。香山をめぐって内側で渡辺幸典と勝瀬の番手戦、3番手も青森真也、外に中田健太、香山の後位が競りになって最終周回、2コーナーから踏み上げる香山、2番手インコースから渡辺が取ります。3番手4番車の青森真也、そして1番車の勝瀬、3番手へもつれて最後2センターから第4コーナーです。逃げる香山、渡辺幸典、
先行加賀山、番手2番手の渡辺、どうでしょうか。3番手4番手の青森信也、加賀山かあるいは2番渡辺か。なおこの競争落車がありました。前は2番渡辺、7番加賀山、加賀山か渡辺、開いた3番手4番手の青森。この競争1コーナーの事象についての審議、1コーナー審議になっています。このレースは5番の桜井落車転倒しています。6番の上原選手も今担架に乗っています。ゴールの通過状況、2番の渡辺あるいは7番加賀山、7番車の加賀山か2番の渡辺、前は接戦、2番7番あるいは7番2番、前は非常に際どくなっています。この競争落車が発生しています。3番手の通過で4番の青森、1番勝瀬、3番車中田、この競争落車がありました。審議対象選手の発表並びに正式決定までもうしばらくお待ちください。お知らせします。ただいまのレースの審議対象選手は5番6番ですが、3着までには到達しておりません。決定、1着2番、2着7番、3着4番、なお1着は写真を参考に判定しました。川崎競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番7番2840円、シャバン連勝単式2番7番5630円、三連勝複式2番4番7番5470円、三連勝単式2番7番4番3万940円、拡大連勝複式2番7番530円、2番4番470円、4番7番1800円、以上でございます。はい、まずここ後ろ攻めになった櫻井選手、ここでちょっとね、上原選手も上がっていたんですけれども、はい、ちょっと締め込む形になって前輪を払ってしまったという、はい、もうこうなると渡辺選手がこれ目標がいなくなってしまい、これも先行一射の形になりました、加賀山選手、まあ、こうなると渡辺選手、これもう番手勝負しかないですね。1番の勝瀬選手にとっては少し不運な事故になりましたね。これそして加賀山選手、もうこれ動いていくのはもう自分しかいないので、これかなりマイペースで、もう勝瀬選手はここね、もう大抵もう気持ち入っちゃってるんで、当たらなくてもいいところ、ね、でも当たってしまってますし、でここでもやはり前ではなくて、これ内を決め込むようにいってしまうんですよね。そういうことで内に位置した2番の渡辺選手が加賀山選手の番手を取り切る形ですね。これ加賀山選手はもう2コーナーからのほぼ発進ですので粘り込んでいく。そして番手、これ渡辺選手は非常に縦足ありますね。これイン粘りで加賀山選手の番手を取り切っての、これ4コーナーからの差し切りなので、素晴らしいレースになりましたね結果。そして逃げ粘った加賀山選手が2着、そして3着には青森選手がしぶとく入りました。はい、ここはその渡辺選手の俊敏なその判断もあったじゃないですか。はい、で取り切って、まあそうですね、はい、もうああなったらもう自分の目標とする前の選手がいなくなってしまうっていうのはたまに自分もあったんですけど、そういう時ってすごく一瞬パニクってしまうんですよ。どうしたらいいかっていう時でも、もうこれしかないということで、加賀山選手の番手勝負に行ったっていうのは、すごく勇気のある行動でしたし、はい、地元の勝瀬選手のところに行く形になってしまったので、はい、なかなかね行きづらいところもあったかもしれないんですけれども、このレースでは、はい、もうとてもイレギュラーな出来事だったので、もう仕方ないといえば仕方ないですよね。そうなんですね、12レースまでご覧いただきました。